うん、すごい。5年ぐらい前からこういうこと始めて、で、高速道路をね、法定速度でゆっくり走ってきたような人生を歩いてたんで、ここでね、心機一転、高速道路を逆行する勢いで若い時代に戻ろうというふうな歌で、
エンジンはね、どの車もそうなんですけども、150馬力とか200馬力とかエンジンあるじゃないですか。でも法定速度100キロじゃないですか。そのエンジンのフルパワーを使うことは車もないし、人間もないですよね。サラリーマン生活してると。それをバックギア入れて高速道路逆行することで、1回ぐらい使ってみようよというふうな、あの歌です。僕らもう免許ないから自転車で行かなかったから。そうですか。捕まる。じゃあ、 次の歌は、今日本当に同級生が2人いるということで、はい、非常に嬉しくて、はい、で、そういう遅めの新潟、ね、昭和で育った僕たちが平成で仕事をして今令和の時代になってというようなことを歌った歌で、僕と平成とキャシャーンとというちょっと懐かしいアイドルがいろいろ入った歌です。東京の空に五輪が浮かび、そして俺たちはこの世に生まれた。仮面ライダー、機械だ、破壊だ、デビルマン、キャッシャンがやらねば誰がやる。中学に上がって俺のヒーローはリアルになって、ブッチャーシーク通り、テリーファンク、テリーが刺された、ブッチャーにフォークで、アナウンサー絶好した、テリーが帰ってきた。明日はどこに、希望はどこに、できないことなどないなんて思っていた15の俺。あいつに憧れてギターを買った、レッドゼッペリン、ディープパープル、レインボー、マイケル・シェンカー、ヤングギターバン、立ち読みが日課に、ロッキン F、 ミュージックライフ、今も立ち読み、ギターを破壊した、リッチーが政治で、観客は熱狂した、リッチーが狂ったと。明日はどこに、希望はどこに、愛を込めて強く強く思っていた昭和の俺。
平成が始まった、新しい時代がやってきた。でも平成の30年、俺は何をしていたのか。就職して結婚して子供がしてきて家を買って、でも平成の30年、本当は何をしたかったのか。明日はどこに、母ちゃんはどこに、何もできなかった、今平成が終わった。明日はどこに、母ちゃんはどこに、何もできなかった、今平成が終わった。平成とちゃんと今日は、ね、あのちょうど令和の天皇が、なった日なんで、いや同じ年だから同じアニメとか同じアイドル歌手とか聞いて育ってきてるから分かるわ、ね、分かりますよね。ブッチャーシークブッチャーシークな、ね、じゃあハンクス刺されてたな、ホーク刺されましたよ、あれホークね、あれほんとびっくりしたね。でも後で YouTube で見るとこう切ってるだけですけどね、本当刺してると思ってた、あれは中学生とかそんなんやったもんな。神様プロレスですよね、ほんとびっくりした。プロレスプロレス、うん、プロレス、もうそうそうそう、アプラグ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 、そうなんですよ、すぐね、動物が入ってた、そうそうそう、ちょっと動けたら、うわーだから、ああいう演出が必要なんですよね。だから、あのレインボーとかリッチブラックマンをギターをしていて壊すけど、あれ壊してるわけじゃないんだけど、自分のギターじゃないんですけどね。でも、ああいう演出を前に向けて全部信じてて、あの当時は本当にね、ああいう風になるんだなと思ったらずっと違ってたっていうのが後で分かったんですけど、まあでも夢見させてくれましたよね、あの頃のヒーローは。皆さんすごく夢を見させてくれた、それがもう嬉しいですね。今となってはじゃあ最後の曲で、あの僕らの世代、じゃあ無限の成長ということで X、 およしきとかね、あの辺もとこ世代ですよ、確か54、55。街に別れを告げ、あれする悲劇に身を垂らして、あいつの瞳は光を撃てた、燃えくる心は破れない、乱れた愛に流され、お前は全てを失った、体すら抜く叫びで、お前の心壊してやる。噛みついた言葉投げつけて、あれくる心を解き放って、降りしきる雨に背を向けて、燃えくる奴らに言葉はない、
漏れた時に戸惑う。お前は悪を漂う。火の手震わすノイズで、お前の心壊してやる。感じてみろ、叫んでみろ、全て脱ぎ捨てるの。感じてみろ、叫んでみろ、心を燃やせ。テイキング&パーカッション、テイキング&ギター、テイキング&ベース、募集中&メインボーカル、テイキング流され、お前は全てを失った。体つらぬく叫びで、お前の心壊してやる。一人で感じてみろ、叫んでみろ、全て脱ぎ捨てろ。叫んでみろ、叫んでみろ、心を燃やせ。叫んでみろ、叫んでみろ、全て脱ぎ捨てろ。叫んでみろ、叫んでみろ、心を燃やせ。感じてみろ、叫んでみろ、全て脱ぎ捨てろ。感じてみろ、叫んでみろ、心燃やせ。ありがとうございました。